皆さんこんにちは。暦の上ではですね、立春が過ぎましたが、まだまだ寒い日が続いておりますので、ご自愛いただきたいと思います。本日の案件は3件となります。1つ目はお手元に発表資料をお配りしております小児医療費の助成制度の拡充についてでございます。本市の現在の小児医療費助成制度の対象は中学校3年生までで、1歳以上は所得の制限を設け、中学生につきましては通院1回につき500円の時間負担としています。全国的に言いますと本制度の拡充の動きが活発化していまして、本市が多くの方から選ばれる都市になるためには、子育て世帯が安心して子育てできる環境を整える必要があり、このことは少子化対策にも寄与すると考えております。そこで高校生まで助成対象を拡充するとともに、中学生までの所得制限を撤廃することとしました。高校生まで助成対象を拡充するのは首都圏の指定都市5市の中では本市が初となります。また制度の安定的かつ継続的な運用を図るため、一部負担金は継続させていただきます。これまで通り行財政構造改革プランに基づく社会保障費等の見直しや公共施設マネジメントによる公共施設の見直し等を進め、財源を確保してまいります。今後は議会に諮り、市内の医療関係団体等と調整し、令和6年度中にスタートしたいと考えております。2つ目は、3月定例会議に提案させていただく議案についてで、本日は、特徴的な4つを紹介します。1点目は、子どもの施設利用料の無料化に関する議案です。こちらは昨年11月にも発表させていただきましたが、中学生までの子どもが個人で利用する場合に、市内の体育館やプール、相模川フライ科学館、博物館の、プラネタリウムなどの 14施設の料金を無料とするものです。子どもたちにはぜひこの機会にこれらの公共施設を利用していただきたいと思いますし、子育て世帯の経済的負担の軽減にもつなげていきたいと考えています。2点目は相模原市職員の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例についてでございます。こちらは本市職員に関する議案になるのですが、本市独自の取り組みとして、小学生の子を持つ職員が子育てのために取得できる子育て部分休暇を新設するものです。本休暇は無給でありますが、職員が児童クラブの送り迎えなどに活用することを想定しておりまして、この制度によって仕事と家庭の両立を支援し、将来にわたって本市で仕事を続けられるよう環境を整えてまいります。3点目は新たな条例として提案する相模原市犯罪被害者等支援条例についてでございます。本条例は犯罪被害に遭われた方やそのご家族の方の被害の軽減及び回復を図るため、生活資金の助成や心理相談の実施など日常生活の支援等の施策を総合的に推進し、市民の誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的として制定するものです。4点目は新規条例となりますが、相模原市健康づくり推進条例についてでございます。本条例は疾病や障害の有無にかかわらず、子どもからシルバー世代までの全ての市民が心身の健康づくりに対する理解を深めるよう、その機運の醸成を図るとともに、市民、
関係者等が連携して、健康づくりに関する施策に取り組むことにより、市民の皆様が生涯にわたって、生き生きと暮らし続けられる社会の実現を目指し、制定するものでございます。なお、指定都市でこのような条例を制定するのは、本市が初めてとなります。3つ目は、令和5年度の当初予算についてでございます。一般会計の予算規模は、景気や企業収益の持ち直しにより、市税収入の増加などにより、前年度の3112億円から174億円、率でいうと 5.6% 増額の3286億円となり、過去最大の予算規模となっています。令和5年度予算編成にあたりましては、新型コロナウイルス感染症対策に引き続き取り組むとともに、相模原市総合計画に定めた将来像の実現に向けて、分野横断的に取り組む重点テーマである少子化対策、雇用促進対策、中山間地域対策を中心とした新たな取り組みなどにかかる経費を計上いたしました。少子化対策では、子どもたちの笑顔や夢を育み、子育てしやすい環境づくりを推進するため、相模原北公園などの公園の改修、市内各所での移動式子どもの遊び場の展開などを実施いたします。また仕事と子育ての両立に向け、市内企業に対する補助やアドバイザー派遣などの支援を行ってまいります。雇用促進対策では、若者の市内定着を促進するため、学生のインターンシップの推進や、市内企業の採用活動の支援、中高生を対象にした市内企業との交流イベントなどを実施するほか、多様な人材の交流を促進するためのイノベーション創出施設の設置、運営の委託などを実施してまいります。中山間地域対策では、公共交通機関を利用することが困難な高齢者や障害者の移動手段の確保や充実を図るため、福祉有償運送を実施する団体への運営支援などを行ってまいります。またテレワークの拠点である森のイノベーションラボ藤野と体験観光をパック化したモデル事業を実施するほか、ビジネス客の観光誘導に向けた受け入れ環境の整備などを検討してまいります。こうした重点テーマに関する取り組みのほか、将来の世代も安心して暮らせる脱炭素社会の実現に向け、2050年の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指して、太陽光発電設備の設置を推進するとともに、省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入などを支援してまいります。またまちづくりにつきましても、本市の将来にわたる持続可能な発展につながるよう、橋本駅、相模原駅、それぞれの周辺地区における都市基盤整備や、浅見土台、荒磯の大整備地区の土地拡張事業による市街地整備に取り組んでまいります。今後も医療や介護などの社会保障にかかる経費の増大や、公共施設の老朽化への対応などの経費の増加が見込まれますが、行財政構造改革プランを着実に推進し、希望のたすきを次世代につなぐための礎となる行財政基盤を築き上げていくことで、相模原という町を大きく育み、子どもたちの笑顔が輝き、未来に希望が抱ける幸せ色あふれる町の実現に取り組んでまいります。最後に、2022年の住民基本台帳人口移動報告の結果についてです。先日総務省が公表しましたが、本市の転入超過数は3110人で、全国の1719市町村中第12位となり、昨年同様上位にランクしました。特に0歳から14歳までの転入超過数は昨年と比べて2倍以上増加しており、
本市の子育て施策やシビックプライド向上施策の効果が徐々に現れてきていると思われます。引き続き選ばれる都市を目指し取り組みを進めてまいります。私からは以上でございます。